は庭へ植え付ける場合ですね、まあ、一本一本もそうなんですけども、鉢植えはほとんどなくて全部地面に植え付けていくわけですけども、その時にどうしていくかっていうことなんですけども、このバラの絵が描いてありますね。こんな感じでやっております。で、深さ50センチ、横も50センチなんて書いてありますけども、まあ、目安ですね。50センチって言うとこれ20センチぐらいなので、この2倍以上になるわけですけども、非常に深い穴なんですけども、深ければ深い方がいいです。まあ、1回掘ったらもう基本的には二度と掘り起こさないので、その時に頑張って穴を掘ってもらうということをちょっと、できるだけ頑張ってもらいます。この鉢の大きさだけちょっと掘ってポコだとやっぱり大きくならないですね。買った鉢よりも大きくっていうことだけ覚えておいてもらって、で頑張って掘ってもらった穴に対して何をするかっていうことなんですけども、もともと掘り出した庭の土ありますよね。当然石とかは取り除いてもらって、庭の土を隣に山にしてもらって、でさっきもちょっと言ったんですけども、牛糞堆肥とかね、堆肥ですね、堆肥をこう買ってきていただいて庭穴の中に混ぜるんですけども、割合としては半分半分ぐらいです。このもともとあった庭の土と堆肥をこうよく混ぜてもらって入れる、でこれをスポッと抜いてもらってそこに植え付ける、そんなイメージでやってもらっていいかなと思います。まあ、その時ですね、白い粒の肥料とかね、マグアンプとかバラ専用の肥料って今非常に多彩に売ってますので、その裏面の使い方を見てもらって一緒に土の中に混ぜてもらっても構わないですし、まあ、後から表面にこの植え付けた後の表面に撒いてもらっても構わないです。そんな感じでやってもらっていいかなと思います。で、今肥料の話したんですけども、この絵の右側の肥料を与えて元気にっていうところですね。で、今肥料っていろんな肥料が売られてまして、白い粒みたいなものは化成肥料とかありますね。あと今度さっき言った牛糞堆肥っていうのも一応肥料分もありますし、あと牛糞堆肥の隣とかでよく売ってる鶏糞とかね、あと時には豚糞な豚の堆肥も売ってたりします。で、鶏糞とかっていうのは同じく、まあ、牛糞と同じように動物性の鳥の糞を元にしたものなんですけども、堆肥にはならないんですね。あくまでも肥料ですね。だから牛糞っていうのはさっき土の中に混ぜて土を柔らかくしてくれたり、その培地としての役割ができるんですけども、鶏糞っていうのは売ってるもの粒だったり粉だったりしますけども、それはあくまでも肥料なので、基本的には植え付けた後に表面から撒いてもらうというような感じの肥料として考えてください。で、鶏糞はあんまり土の中に入れない方がいいです。で、溶けがすごく早いので、パーッと水に当たると一気に溶けてきますので、すごく強いものがわーっと溶けてしまうことがあって、ね、目に直接当たって、枯れるというか弱ってしまうこともあるので、鶏糞を使う場合には表面に撒いてもらうという感じで覚えておいてください。実際公園で撒いてるのもただの鶏糞じゃないんだけども、鶏糞を半分以上鶏糞主体の肥料を冬に撒いてます。雪降る前ですね。それをだいたい 100g ずつぐらい1株ずつ、ずつ撒いてるって感じですね。それが雪降る前に撒くので、雪と一緒に春にこう雪解けと一緒にこうじわ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 染み込んで肥料が効いてくる、そんなイメージです。で、今言った動物性の肥料というのはいわゆる有機質なんて言われるんですけども、化成肥料も全然使ってもらって問題ないです。その場合は大概割とさっき言った鶏糞とは違って、水を与えても一気に溶けなくて長い期間ですね。この肥料裏側見てもらうと、これは1ヶ月効くよとか2ヶ月に1回与えてくださいとか書いてあるんですけども、大概ああいう粒の化成肥料はゆっくり効いてくるので、1回撒いておいてもらえればそんなにコマゴマやる必要はないかなという感じですね。で、ここにさっき雪降る前にって言ったんですけども、寒肥って寒い肥料って書いてあるんですけども、寒肥っていうのはさっき言った雪降る前の肥料になってきます。これがバラの場合一番大事な肥料になってきます。
でここに30センチの3箇所掘りなんて書いてありますけども、できればですねやっぱり土の中にあった方が溶けが早いので効き目が良くなるんですよね。だけど公園の場合はやっぱり3000株もあるので、正直全然そんなことはできないので、パラパラ撒いているだけですけども、それでも全然構わないです。なのでもしお宅でそんなに株数がなければここに書いてあるようにちょっと掘ってもらって3箇所ぐらい入れてもらったのがより、効く肥料になってきます。でこの柑皮の他にですね、夏の肥料も与えたりします。お礼越えなんて言ったりしますけども、春咲いて、まあ一番バラ、春が一番咲くんですけども、春の咲いた終わったり春のバラのありがとうっていうことでお礼越えなんですけども、この越えもだいたい6月バラ祭り終わって7月に夏にちょっと切り戻すわけですけども、ちょっと切った後に肥料なんか与えたりします。その辺の肥料もね、何がいいのかっていうのもいろいろあるんですけども、これじゃなきゃいけないっていうのはあんまりなくて、公園なんかもいろいろ書いてたりしますけども、堆肥とかを上から表面から撒いてもらうだけでも全然構わないですし、さっき言った白い粒なんかをその容量に応じてやってもらっても全然構わない、まあ、何にもしないっていうのはちょっとあんまり良くないかなと思うので、よっぽど伸びてるつるバラ以外はですね、基本的には春終わった後もちょっとやってもらった方がより元気になるかなと考えます。